ビンチャンネルへようこそ。信じる物語としても信じないそぶりをするギター弾きマサヤビンテージでございます。今日はですね、実は日本撮りしまして、陽水さんの高いキーの曲もやって、これからやるのは拓郎さんのね、天地真理さんへの提供曲という部分をやってみたいと思うんですけどね、タイトル「さよならだけ残して」っていう曲で、若葉のささやきだったかなんかのアルバム、天地真理さんのアルバムに収録されてるという提供曲なんですけども、拓郎さんはなんかラジオかなんかで弾き語りをしたと思うんですね。その音源を頼りに、やってみようかなと思っておりましてですね、金沢事件の前に作られたということで、今更覚えたてなんで行ってみましょう。はい、どうぞ。ご存知の方いらっしゃらないんじゃないかなとか思いますけどね、コアな拓郎ファンは知ってるかもしれないですからね。あのね、曲をこう弾くにあたって拓郎さんの弾き語りの音源を聞いて、一応ね、公表されてる天地真理さんのコード、ギターコードも調べてみたんですけど、かなり違うね。だからかなりその原曲とは違うアレンジになったんだろうなとは、予想するんですけども、はい、はい、ということで今日はね、陽水さんの珍しい曲と拓郎さんの珍しい曲っていうのを、2曲続けてやらせていただきました。はい、リアルで聴いていただいている皆様ありがとうございます。またお会いしましょう。